あともう一つですね。はい。今自分で自分のことを幸せだなと思ってるんですよ。幸せすぎて、これ、幸せすぎて、なんか、死ぬとき死にきれんのじゃとかも思うことがあるんですよね。これって、あ、こものし、幸せをなくしたくないっていああ、う。もうでも寿命が来たら、自然とですね、人間はみんな死んでしまうんですけど。それには2点あって、1点目は今日のこの時間まで幸せでもいつ不幸が起こるかわからないってことです。これは誰人も。で、よく例えるんだけど、卵ね、生卵があります。で、これが竹ひごで輪ゴムでこう3、4本の竹ひごで止めますね。で、こう櫓を組む。そこへこう生卵をこう置くとしますよ。我々の幸福感っていうのはこんな卵にしか過ぎないんですよ。今ご主人は今言ったその経済、それから健康、それから家族間を含めた人間関係の円満さ。ね。まあ、おおむねこの3つだと思うんだけど、この3つが今は充足してるわけですよ。だからその3つの竹ひごで支えられた、ここ首のとこを輪ゴムで止めてね。で、そこにこう置かれた生卵が、まあ、今そこでいるってこと。こんなのいつ何時ポキってどれかが折れる可能性ってのは誰だってあるってことよ。一瞬で起こるんですよ。病まあ、気、子供交そ通事故になったりとか、急にですね。う。そうです。それはお互いですよ。お互いそうなんだけど、そこが仏教ってすごいのは、その折れる原因までちゃんと読んでるんですよ。あなたが将来、私がね、私が将来、今、私もそうです。本当に今幸せの、もうすごい毎日幸せなんだけど、さりとて、いつ何時折れるかもしれないって、そういう原因も時限爆弾みたいに持ってる、命に持ってる可能性だってあるわけだよね。で、そうなりたくないわけだ、やっぱり。そうなりたくないので、その起きる前に、起きるかもしれないそういう原因を消し去る、浄化するっていう方法もちゃんと教えてるんです、仏教では。だから、まあ一般的に言うと、転ばぬ先の杖っていう世間の言葉もあるけど、もっと仏教的に言えば、その起きるべくして起きる原因と結果、その初めにもう現象っていうか、実際の姿に起きない前に、命の中に眠ってるうちにもうその原因を消しちゃっていきましょうっていう。それで毎朝毎晩お経を唱んで、お経を唱えてるわけですよ。それの修行が、その修行がそれだからって教えてるからね。だから、それこそご主人さ、今幸せなら、それこそね、今苦しい人が、だんだん、苦しい人ってのは逆に言うと失うものがないとも言える。ある意味ひどい、あんまりひどいと、もうどうにでもなれと、もう俺はもう何とでもなれ、失うものはねえやっていう風も言えるけど、そっちの方がある意味気楽っちゃ気楽なんですよ、本当言うと。失うものがないっていう方がね、ご主人の方が危険なんです。このある程度幸せのとこにいるその生卵っていうのは、いつその竹ひごの一本がこうポチッと折れれば、もう地上に落ちてぐしゃっていっちゃうわけですよ。そのこの落差の方が辛いですよね。なまじ大して幸せじゃない人がちょっと変なこと起きたって、まあどうにでもなれって言えるけど、幸せな人がなんかちょっと問題、病気、事故、怪我、あるいはひょんなことの経済苦だとかね、何が起こるか分かりませんからね、今の世の中。それから自分だけじゃないから、奥様、それからお子様、お孫さん、どん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 その確率は広がっていくわけですよ。その、しかも自分だったら何とか努力して、事故に遭わないようにとか、まあいろいろ工夫ができる、自分自身はね。でも子供だ孫だって、こうお他人っていうか、まあ自分以外の人になっちゃったら、もう自分のその、思いなり自分の注意力ではもう手尽くせないわけですよ。
そういうためにもそういう事前に家族ご家族や一族老頭がそういう悪いものが起きないようなためにも誰人かがその原因を浄化する、原因を消し去る、悪いことが起きないようにっていうね、そういうやっぱりあのトレーニングというかな、あのまあ予防、いや予防ワクチンみたいなもんですよ。確かにその人生命に変なものにかかんないように、変なものが発症しないようにワクチンを打っていくっていう、そういう作業が仏道修行とも言えるんですね。うん、ね、だからね、それともう一点は